コミュニケーション、なかなか来たばっかりの時ってうまくいかないと思うんだけど、こういうこと言って誤解されちゃった、そういうことってありますか？いっぱいあります。どういうの？例えば大丈夫ですということです。2つの意味があって、うん、私がいつも大丈夫ですと言ったら他の人は本当ですか、どういうことですか、OK の大丈夫。そうです、OK の大丈夫と良くない大丈夫、じゃあ結構ですという大丈夫です。難しいよね。はい、日本人でも分からない時がある。大丈夫、お母さんから難しい言葉とか、あと袋、袋は丁寧に話す時はお袋、お袋は母という意味もありますね。間違った、日本語は丁寧に話す時はいつも語とお字の前につけます。例えばご飯は語ですね。お米、あ、そう、米はお米つけて、私はコンビニに行った時は袋に言う時はお袋に話しました。その時はコンビニスタッフも笑った。お母さんのことだね。そうそうそう。私はディズニーランドに行く時、あのスタッフは何名様ですかと聞かれて、なんか2つですって言って、なんか待っていた日本人はちょっとびっくりしました。びっくりするね。そうですね。